N サインは10名のメンバーがいたんですけれども今のところ7名っていうことで活動からそんなに時間が経っていないのに休業者が多いそれは一体なぜなのか占ってみましたまた現在2024年の10月下旬ということで今年もあと2ヶ月ちょっとで終わりででです。す。年、来年来ののの N サインのメンメバーの運勢を西洋先生術で占いいいまま最後までご覧いただけると幸いです。 それでは鑑定スタートこの方はしばらくの間休業していましたがついに n サインを脱退しこれからは俳優として活動しますとコメントしています芸能界自体を引退するわけではないのでこれからもヒョンを見る機会はあるとは思うんですけれども n サインを脱退してしまうのは悲しいですね健康上の理由で 休業していたということですが N サインを脱退した一番の理由は何だったんでしょうかタロットカードで占いますこのようなカードが出ましたペンタクルの4の逆位置ですヒョンが N サインを辞めた一番の理由としては自分が求めているものと違ったっていうことになるんじゃないでしょうか憧れの仕事に就いたはいいけれども理想と違ったっていうことは誰にでもあることです ヒョンの場合も自分が求めていた芸能活動はアイドルとして歌ったり踊ったりすることではなくて俳優の方だったんじゃないかとそんな風にに実際に活動してみててみかったったいうことだとだ思います何でも実際に活動してみなければわからないことは多いのでヒョンのこの決断が決して間違っているわけではありません。たたたただだちょっっっとと理理想想主義が過ぎいいうかこういうかこのに違った だから嫌だなと、自分が求めている理想、それだけに執着してしまったっていうのもあるかもしれないですね。いずれにしても、これから俳優として頑張っていただきたいと思いますし、応援したいと思います。2025年のロビンは、メンバーとの絆が深まりそうです。 またメンバーだけではなくて周りにいるスタッフさんや関係者の方々との絆がさらに深まって仕事がが楽ししいいななと思える日々が続くんじゃないでしょうかロビンはもともとフレンドリーで明るい性格の方なんですけれどもそのようなロビンの長所が周りの人たちからさらに受け入れられるそして協力してもらえる機会が増える。 メンバー間で嬉しい出来事が多くなる。特に自分の面倒を見てくれているリーダーのズタとの絆がさらに深まりそうですまたメンバーだけではなくて自分の本当の家族親族そのような方々とも絆を深められる一年になるんじゃないでしょうか。ユンド派は現在も休業中だと思うんですけれども結構長い間休業していますね。これかか。らどうううなってしまうんでしまでょうか 西洋占星術での来年のユンド派の運勢としては、良いことと悪いこと、両方起こる、そんな風に出ています。仕事をしたいなという気持ちはあるんですけれども、自分の健康状態がそれについていけるか、そこが心配ですね。ただ、目上の人からの引き立てや後押しが期待できるため、来年は元気になって活動できると良いですね。さらに、今後のユンド派がとても気になるので、 タロットカードでも占ってみますこのようなカードが出ました女教皇の聖位置が出ていますこのカードから読み取るに来年もしばらくはユンド派の休業状態は続くんじゃないでしょうかなぜかというとこのカードの意味の一部として静かな時間を取り考えると良いそういう意味があるからですねなので2025年もしばらくゆっくり休業して自分について振り返るよく考えてみる そんな状況が続くんじゃないでしょうか2025年のユンド派はすぐに復帰するっていうことはまだしばらく考えづらいかもしれません復帰するとしても2025年の下半期以降になる可能性があります来年のヒオンの運勢の一番特徴的なことはもっと世界で活躍したいだから語学の勉強も頑張るそのように言えるんじゃないでしょうか もうすでに語学の勉強を頑張っているかもしれませんけれども2025年の費用は未来志向や社会的に活動したい国際的に活動したいという気持ちが非常に大きくなって外国語を学ぶそして世界規模で活躍するそんな機会に恵まれると思います。ままた、た本人もももも勉強強しいいとととう気持ちがるる年でもあるんであんすね。もともとヒオンは、 好きなことや興味があることに対する集中力、没頭具合がとてもある方なんですけれども来年はその集中力がさらに高まり外国語の習得に頑張る一年になり世界的に活躍する機会も増えるんじゃないでしょうか来年二千二十五年の孫雲の運勢ですが受け身で動いた方が良いと出ています受け身というのは自分から能動的に動くのではなく 与えられるままにそれらを素直に受け取ってあまり行動的に大胆に動かない方が良いっていうことですねなので尊雄は来年は新しい決断やチャレンジなどはしない方が良く積極的に行動しない方が良いんじゃないでしょうかまた活動の疲れが出てくるそんな年でもあるのでゆっくり休んだ方が良いですねいずれにしても あまり積極的に行動しない受け身な方が物事がうまくいくそしてゆっくり休むそれらを心がけていればいいんじゃないでしょうかここで主の占いサイトのお知らせです N サインのインスタを見たところエディがいないっていうことに気づいてインターネットで調べたところ活動を中中断断ししてていいたんでですすす。ね。もうすでに6月の下旬から中断していますこの方は性格がとても優しくて繊細な面があるので精神状態が体の不調に直結するっていうところがあるんじゃないでしょうか。この方が 体調を良くして健康的に活動するためには自分が安心できる場所に身を置くのが一番です家族のもとにいるっていうことが一番いいんじゃないですかねとにかく自分が心を許せる家族や親友たちと一緒に過ごして十分に休息を取るのがこの方の健康状態を回復させますそれでは2025年のエディは一体どうなってしまうんでしょうかヒョンと同じように N サインを脱退して俳優になったり、他の活動をしたり、または引退したりしてしまうんでしょうか。とっても心配です。タロットカードで占ってみました。このようなカードが出ております。これは運命の輪の正位置です。結論から言うと、とても良いカードですね。どういう意味かというと、突然舞い込む、大きな幸運、チャンスをつかめる、低迷期を抜ける、そのように出ています。 ですから、エディのファンの皆様、安心してください。エディは2025年、活動を再開し、健康状態が良くなって、チャンスをものにするんじゃないでしょうか。この方は才能あふれる方なので、ぜひとも復活して芸能活動をしていただきたいと思います。そもそも、K、K-POP アイドルになる、そして人気を博すっていうことだけでも、 本当に選ばれた人しかなれない世界で宝くじに当たるかのような幸運なわけですねその幸運をせっかく掴んだんですから頑張れると良いですねおそらく2025年復帰できてチャンスをつかめるのですがちょっと注意点もありますそれはこの幸運は一時的なものっていうことですなので2025年復帰できて活躍するチャンスをつかめるんですが また再度休業するっていうこともあり得ます人生は誰にとっても山あり谷ありなのでそんなに心配しなくてもいいとは思うんですけれども2025年はエディにとってチャンスの良い年なのでこのタイミングに復帰して頑張れば大丈夫です逆にタイミングを逃してしまうともったいないのでそれまでに健康状態が良くなると良いですね2024年の樹力は 活動を一時的に休業したり、路上喫煙の写真が出回ったりと、大変なことがいろいろあったと思います。彼のホロスコープを見ると、2024年は波乱運で、良いこともあるけれども悪いこともある、そんな運勢でした。それもあと2ヶ月ちょっとで終わるので、来年は期待していいんじゃないでしょうか。2025年の樹力は基本的に好調です。特に対人関係運がとても良いので、 周囲の人たちから幸運がもたらされると出ています。スタッフの方やファンの方々から良いことがもたらされると言っていいんじゃないでしょうか。来年はジュニクはいつもよりもさらにフレンドリーで感じが良いなと思われることが多いと思います。なのであまり焦らず頑固になりすぎずこの2点だけを気をつけていけば良いんじゃないでしょうか。2025年のロレンスは 2024年同様、大活躍できるんじゃないでしょうか。さらに大きな特徴として、新しい展開というのが出ています。ロレンスの身の回りに、何か新しい変化が出る可能性があるんじゃないでしょうか。そして、それによって、ロレンス自身も楽しいなと、生き生きとした良い精神状態になると出ています。具体的には、N サインの活動はもちろんのこと、ロレンスだけのソロ活動や、 ロレンスと他のメンバーとの2人3人での活動、または今までとは違った活動をするっていう風に考えられます。現在のスケジュールをこなすだけではなくて、前向きになれる新しい展開が出そうです。それによりロレンスはワクワクする、そんな風に言えるんじゃないでしょうか。カズタの2025年の運勢で特徴的なのは、新しい出会いがあるっていうことです。 とにかく人間関係での新しい展開が生まれるのが数多の来年の傾向で一番強いところとなっております。この新しい出会いというのは仕事上でもそうですしプライベートでも同様ですね。もしかしたら将来結婚につながるような恋愛の相手が現れるかもしれませんし仕事面でもこの人と出会えてよかった。 この人と出会ったことによって、自分の仕事が良い方向に加速したというような出会いがあるんじゃないでしょうか。また、仕事上では契約が有利に進むというふうに出ているので、N サインはメンバーたちが続々と休業して心配な面がありますけれども、来年のカズタに関しては休業するっていうことはないと思いますし、カズタに有利な状況に契約や物事が進むっていうふうに、 官邸で出ていますのでファンの皆様は安心して良いんじゃないでしょうか半巡の2025年は世界中のファンがさらに増えるんじゃないでしょうか現在でも様々なファンの皆様に応援されて心強いと思うんですけれども2025年はさらに増えますそれもインターネットや SNS の活動を通して半巡の良さが全世界に広まりファンが激増する そしてサポートしてもらえると言えるでしょう2025年のハンジュンは非常にチャンスに恵まれますファンが増えるだけではなくてこういう関係も良くなりますねというのもハンジュンの心の中にただ仕事を頑張るだけではなくて自分の仕事を通して社会貢献をしたいみんなの役に立ちたいという気持ちが強まるからですそのような気持ちは良い方向に物事が進むきっかけになり人気が爆発する そしてファンが増大する、そのように言えるでしょう。N サインは10名のメンバーがいたんですけれども、今のところ7名っていうことで、活動からそんなに時間が経っていないのに、休業者が多い。それは一体なぜなのか、占ってみました。これは申し訳ないんですが、非常に言いづらいのですが、 せっかくこの動画を見てくださっている方のために正直に話したいと思うんですけれども事務所のの力不足っていいううがあるんじゃないでしょうか。頑張っているんですけれども事務所の力がないというかパワーが少ない計画不足事務所自体のパワーがないっていうのもあると思いますしその事務所に勤めているスタッフの方々の気力体力が続かないそれが大きな理由になっている可能性があります。 忙しいメンバーの心と体のケアまで手が回らずそれが理由で休業者が続出していると考えられますそれでなくても k p o p アイドルの事務所はブラックだったり非常に待遇が悪かったりと悪い噂が絶えませんが N サインの事務所もちょっとそういうところがあるかもしれないですね力不足といいうキーワーワドが出ています。しかしこんな大変な状況でもいつも笑顔でパフォーマンスを届けてくれるメンバーたちは本当に素晴らしいですね。 多くのファンの皆さんの応援はきっと届いていると思います。